わ、50円なんか安いのかもわからんけどね確かに、まあ、でも真ん中がちょっと黒ずみ始めてるというか、うん、まあでもまだ全然いけそうの大丈夫そう。なんか乱雑に置かれたキャベツ5玉悲しい気持ちになるわ。いやあれ悲しいよな、見るの。トイストーリーとかの感じよな、うん、確かに。でもなんかこう見切り品っていう名前がもうなんか悲しいよな、うん、不良品よりも悲しくない見切られたんや。確かにな、悲しくなってきたな。なあ、あの戦力外通告もめっちゃ悲しい言い方せん。確かに。いや絶対もっといい言い方あるよ他にもっと活躍できる場があるっていう。だからそうね、っていうことの意味合いの方を取ってほしいよな。確かにな。このキャベツも戦力外通告ない、うん、戦えるのにな。戦わせてあげよう、うん、かっこいいあ、かっこいいな全部味噌汁今日はね、今もう8時50分やから今日は凝ってられんか お、ラディッシュ、うん、いや結構この状態でもう5日間ぐらい経ってない。いやそうなんよ、成長期終わっちゃった。俺みたい早めの早めに終わった人。もっといっぱい巻いた方が良かったよね。今度いっぱい巻くわ。お、焼き鳥。焼き鳥500円が350円。安いんかな。まだちょっと高く感じるけどね本当は半額が良かったけど。でもあの並んだよなちょっと待っちゃった焼き鳥もうん、あ、もう直で、うん、絶対硬いよね。あー硬いわ。むっちゃ硬い。力が入らへん。やっぱ手だよね、焼き鳥そんなわけないのよ。すごいな。どうなのね。確かに。味噌汁いっちゃおう。大急ぎで味噌溶いてる。卵？うん。お水を卵の方に出すわ。へえ。こっちに水を入れるのなんかもったいないけどね。ああ、面白い。だし巻き方式で。入れすぎた。絶対。うわー、もう美味しいこれは。めっちゃ美味しいよね。よし、卵いきます。よっしゃよっしゃ。あんま聞いたもんねよっしゃ。うわもう美味しいよね。美味しそう。いやもうこれは美味しいよここにラディッシュが乗るわけね。このラディッシュ生えないねそんなわけないのにな。美味しそう。いただきます。美味しいな、うん、これはもう絶対美味しい。卵の味とかどうだ。うん、こりゃ美味しいよそりゃ美味しいよな、うん、これはもう。あ、ラディッシュやっぱかいわれ大根や。ほんとや、ね、ちょっと冒険やけどマヨネーズかけてみようかな。いや全然冒険ちゃうよ、絶対美味しい。インディ・ジョーンズ並みにちょっとまた 未体験のさ。全然何の冒険かは出てこんけど三社行くわ、うちは。いや全然冒険じゃないよ
満を持してなんか山椒いくわとか言ったけど、いや全然やで、まあ、何っていうのは出てこんだけど出んよな。マヨネーズ美味しい山椒もめっちゃ美味しい。いやそれ美味しいよ、全然冒険しないもん。だって別物よな別でいるわ、ちゃんといるよな。最近映画行ってないな。うん、行きたい。花束みたいな恋をした。あーみたいね、菅田将暉のやつ。うん、ジュラシックワールドもやんねやっけ、新しい。うんうんうん、何の映画出たい。出たい意外な質問やったな。出るなら、出るならかルパンかな声だけでいいから、キャラクターは変えてもって。あ、アニメ？アニメ。実写じゃなくて？実写じゃなくて。え、ルパンの実写やったら誰やりたいの？あ、そんなんじゃないの。メインどころは考えてなかった。え、そんな。声誰でもやれるやで。ルパンの声誰でもやれるって言ってさ、サブ行く？うん。いや誰でもいいやで、ルパンの。それはもう申し訳ない。ルパンでもいいや、藤子ちゃんでもいいやで。いやいやいや、怪我したくない。まあルパンファンはえ、な誰このことになるよな。そうよ。じゃあ共演したいだけやん、ルパンたちと。あ、ルパンたちと、うん、別にルパンになりたいわけじゃない何出たい。いやめっちゃある。嘘。一番はやっぱジャッキー・チェン好きやから、ラッシュアワー4 え、なんで笑う、うん、タッグみたい、ジャッキーとクリス・タッカーの場所取んの。いや、クリス・タッカーの場所取るよ、俺とジャッキーのタッグ。ちょっと見たいなそれジャッキーがピンチやったら俺が助けるし、で俺がピンチやったらジャッキーが助けてくれるし。二人。いいなぁ。いいやろ。それはめちゃめちゃ羨ましいわ。いや、そういうことよ。なんでもいいやで。だって。いや、なんでもよくてさ、声だけのルパンの脇役ってもう。いや、違う違う。でも、ジャッキーちゃんにはなりたくないやろっていうことよ。いや、それはもう、おこがましいわ。一瞬。もう、違うよ。じゃあ、ルパンの声やりたいっていうのと、ジャッキーになりたいわ。いや、ジャッキーが縁があって、うん、俺がジャッキーになれないと分かるよ。ジャッキーいるのに俺がジャッキーの声ルパンいるやん。違う、いやルパンは声やろ、うん、ルパンさんの声やから隠れれるわけよ。俺もう嘘つきやもんただのただの違うよって言う。だってみんなジャッキーチェンじゃないですよねって言われて、うん、でもそれでも俺はジャッキーチェンなんでって言ってるって、やっぱ意味わからんやん。なりたくなんて、でもなれんもんだから、それは。だからタッグやって。外国の映画でだって知らない人やけど、うん、でも全然なんかスッと見れてまうみたいな時あるやん。うん。だから当たり前かなんで、そこにいたらいいのよ。うん。うん。ゴジラとかな。だから。ん？ゴジラ。司令部みたいなとこにいる人？いや、ゴジラ。当たり前かなのに。ゴジラ？それは自信ないよ。ゴジラが来たぞ。いや、いけるよ。いけるよ。うん、いや、でもマジであの、ロード・オブ・ザ・リングとかそういうのとか見てなかったな。あれは出たりな。うん。なんか俺、チャンスある灰の卵みたいなこと言ってるわ、ずっと。なんか俺、ロード・オブ・ザ・リングのオーディションを受けたやつみたいな。言うてたな、今。出てみたかったわって言ってたもんな。なんか、出るチャンスがあったみたいな言い方してもたわ、うん。チャレンジもしてないからな。日本でロード・オブ・ザ・リング見てただけ。面白いなーって言ってただけ。言ってただけ。出れんよ。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。美味しかった。そりゃ美味しいやろっていうご飯もいいな。それだけでいいんやけどな。冒険別にいらんかもな。いや、あかん。そんな。え？面白くないや。いや、絶対新しい発見があるはずやん。もっとより美味しいやつが。うん。え、こういう日はもうダメ。あるある。週一であっていいけど。やっぱお惣菜にはめっちゃ美味しいけど、お惣菜に負けるっていうことは良くないかもしれない。全然いい。美味しいお惣菜は、うん、正義。ああ、いい、いい言葉やな。